いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県武前市の小林消防設備の小林です。先ほどのリレーの動画の続きになります。リレーの動きについてですね、先ほど確認したんですが、今度は表示灯を使ってですね、わかりやすくご説明いたします。こちら、リレーの方にですね、B 接点出力と A 接点出力でですね、それぞれ、表示と接続してます。B 接点出力は、ノーマルクローズ。通常は、平の回路ですが、信号を受けて回の回路になる。ですから、平の回路なので、今、表示とは点灯してますが、信号を受ければ回の回路になって、こちらは消灯します。こちらは A 接点出力ですが、 A 接点出力の場合には、ノーマルオープン、通常はオープン、回の状態にありますが、信号を受けてリレーが作動すると、閉になるので、回が閉になることから、信号を受けると表示灯が点灯します。そしたらですね、今から信号を送って、その動きについて見ていきます。そしたらですね、信号を送ります。 はい、信号を送りました。はい、復旧をかけます。はい、リレーの動きによって、こういった形でですね、信号が出ていきます。このような形で、 リレーがです、ね、間に入ることでさまざまなです、ね、接点の出力をです、ね、出すことが可能になります。